お兄ちゃん。お兄ちゃん。I don't
ありがとう。
ったもう超眠い。もう人の顔見てあくびしないでよ。ねえ、英語の問いさん、熟語に書き換えのやつは？used to にした。また間違った。里中、一生日本暮らしだな。和を満喫しろ、和を。かぁ、もういちいちムカつく。うっす。お疲れ様じゃないや、こんにちは。うわ、ここにも負け組が。何よ、英語くらい。いざとなったら通訳でも何でもつけてもらうもん。先輩は？さすが、先輩は違うな。もういいっすよ、テストの話は。それより、事件の方どうなってんすか？そうだな、久々に特捜本部に行っとくか。なんかちょっと気が抜けたね。いや、テスト終わったこともだけど、ほら、容疑者固まったってやつ。なんていうか、私たちしか解決できないんだみたいに気負ってたからさ。まだわかんねえよ。逮捕されたわけじゃねえ。情報待ちってとこっすかね。たく、容疑者上がったのはいいけど、どこ行ったんだか。こっちはもうクタクタだっての。あっと、君たち聞いてた？事件はもう解決に向かってるから、犯人が捕まるの時間の問題だから安心したまえ。うん。無差別に人をさらって殺人なんて絶対許されないからさ。決まってるよ。もう行かないと。なんか頼りになんねえな。けど、さすがに警察で手配中じゃ、俺たちの出る幕はないか。そうっすね。そうだ、テストで分かんないとこあったんだけど、緊急反応に使われ 40% 溶液がホルマリンとして知られる化学式 HCHO とは何かだっけな。でさ、 HCHO って何？そうなんだ、私酢酸にしちゃった。で、そっか、お酢なわけないよね。ねえ、漢字もこの問題出たでしょ。うっせえ。つか、漢字って呼ぶな。漢字私には冷たくない？先輩たちも鼻血出してんのに。は？鼻血って、おめえ、それどっから？まあ。ほら、リセちゃん、勉強ならユキコに聞いたら？え、
だってせっかくなら異性の先輩に聞きたいでしょ。先輩、私のこと迷惑ですか。すげえ。うわ、この子何気に危険。話題変えない。あ、そういえばクマくんってどうしてんのかな。あ、そっか、それの連絡すんのを忘れてた。ほれ、あそこ。住み込みで働かせることにしました、マスコット。ああ、むしろ着せたんすね。逆転の発想だ。てかあいつ幸せそうでいいな。あっちに帰んの嫌って言うからしょうがなくな。暇だからからかってくっかな。あ、私も行く。ふかふかに触っていいっすかね。ねえ先輩、学校も慣れてきたし、これからはもっといろいろ遊びに行きたいなって思ってるの。でね、私ほらやたら人に知られてて一人じゃ不安だし、それに先輩いろんなこと知ってそうだし。特集です。稲葉市で連続している逆さにぶら下がった状態で遺体が見つかるという異様な殺人事件。3人目の犠牲者が出て以降、捜査の進展は未だ発表されていません。番組ではこれまでの流れを事件映像をもとにまとめました。ご覧ください。犯人捕まらないの？うん、約束だよ。Give a shot, didn't work, and it goes